はい、それではスーパーホット実況続きやっていきたいと思います。前回はストーリーモードクリアしたところまでやってたと思います。主人公はねスーパーホットの一部となってしまいましたで、そうですね、今回はこのエンドレスモードとチャレンジモードっていうのをプレイしてみたいんですけれども、どうしようかな。このエンドレスモードなんかちょっと長くなるかもしれないから、まずチャレンジモードからやっていこうかなと思います。刀しか武器がないモード、刀オンリー、忍者チャレンジとしても知られるっていう風に書いてますで、スピードランですね。自分が動いてる間だけ、時間が記録されるのと、スピードラン、リアルタイム、自分が動いてなくても、時間が経過するモードで、まあ、何か遊んでいくようなチャレンジらしいですね。で、その刀で弾丸とか切ったりもできるらしいので、そういうテクニックも使っていくんですかね。じゃあまずは刀オンリーで、あ、まずレベル1からキック、はい、早いな、シュイーンってなっていくのが早かったぞ、やたらと。お、刀モード、刀持ってる。あ、最初のところを、これ全部のステージを刀でやっていくのか。これ切ってみてもいい？これどうやって切るんだろう。えい、外してるこれマジ切れんの？これって何もしなくてもいいのかな。いや、そんなことない。あれ、刀で切れるってめちゃめちゃ難しいのか、もしかして。ちょっと待って、これを練習したい。これそのまま、こうか。あ、なるほど、わかったわかった。なんかちょっと縞模様になる。あ、頭打たれちゃった弾を切るときにちょっとだけ縞模様になります。こう、もうちょっといける。なるほど。あ、でもこの切るスピードより相手の打ってくるスピードの方が速い。よっ、なんだ、あいつ当たってるぞ。ジャンプ。あ、失敗したなるほど、時間は6秒。あ、でも確かに刀で弾丸切るのかっこいいな。最後よくわかんないけど、これ、うわ、マジ？すべてのモードを刀だけでクリアしていくんだ。刀は割れることないのかな。よっ、あ、失敗した。これ投げてもいいの。よっ、あれ、嘘、そんなバカな。ジャンプジャンプジャンプ、あ、ジャンプすごい。取っていい、これ刀投げられ、あ、なるほど、投げ当たりますよね外したかな。外してるんだな。ぴょんぴょんジャンプして、なるほど、ピストル相手だったらぴょんぴょんジャンプすればどうにかなる。まずいぞ、これは全てのレベルをまた刀だけでクリアしていくんだ。これがチャレンジモードっていうことは、他のモードもすごい避けてるけど、よっ、あいつら弾無限なんだよな。これ投げてみるか。よっ、さらばで、ジャンプジャンプ、スパ、今のはスーパーホットかもしれない。軽いテクニック的な感じ。ジャンプジャンプ、スパ、かっこいいような気がする。これクリアしていくと、よっ、クリアしていくと、なんだろう、よっ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 、スバシュン、さっ、スバシュッ、かっこいいジャンプこれからもっと使っていこう。
スパハッスパ最後刀投げてスパうんなんか柱に刺さってましたね。ふんふん、これをずっとやっていくんだな。ユあユって何あやばい、後ろから撃たれてる。こうさっさっさっと切っていきたい。よっ、外してる。よっ、よっ、ジャンプ、スパ、シュッ、ジャンプ、シャッ、サッ。なるほど、刀オンリーモードね。スパ、ここで一旦一段落するんですよね、ストーリー的には。ジャンププス、こっから出てくる。よっよっしゃ、やばい、すごいスピーディーに動いてる気がする。あ、まずい、外しちゃった。よっ、やばい、刀オンリーなのに刀が、まずい、まずいぞ。ジャンプだ、ジャンプが俺を救ってくれる。途中まですごい良かったのに、すげえジャンプすごすぎるとかって思ったのに、あれ？これなんかちゃんと見ないとな。よっよっ、ちゃんとこう車線みたいなのが入らないとダメですね。いやー、刀オンリーというかジャンプを使い始めてからシャッ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 ってやってるけどなるほどね、ちゃんと切れてると思います。うん、どんどんやっていきますけど、よっ、刀リーチ長いからいいですね。出てこい。よっ、ちょっと食い気味に入ってやろう。いや、これ外しちゃダメだろっていうねこれ刀外しちゃうと一発撃たれちゃいますよね。だから外すのはなしでお願いします。よっよっ、ほい、外すのはなしでお願いしますよっ、わー、これピストルにしか使えないだろうけど、ジャンプ強すぎる。ジャンプ最強説が。でもショットガンとかかな、ひどい、近接攻撃で戦うところなのに相手は最初から刀を持ってるぞっていう。よっ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 、ひどすぎるスーパーハート、スーパー、素晴らしいですね。あいよ、どうしよう、これ最後までやってるとずっと続いちゃうな。あ、でもさすがにここのショットガン持ちが来てるのはやばいか。投げる、よっ、まず、大丈夫か、大丈夫だった。よいしょ、ショットガン持ってる。あー投げとく、外しちゃうか、それ。よっ、撃たれてくれ、撃たれてくれ。よっ、よし、撃たれた。3人も入ってきてるな。これこっちにジャンプで、ここで門待ちしよう。来い、よっよっ、さスーパーハッツ若干せこい手使ってましたけどね。そうかそうか、刀オンリーっていうのはこんな感じなんですね。よっ、ちょっと一旦出ていって、
チャレンジモード、あ、なんか新しいのが出てる。これはなんだろう、これもやっぱりステージ自体は同じところをプレイしていくのかな。ピストルだけ使っていくのかも。パンチとかそういうのなしだよ、投げるのもなしだよって言った。あれ、投げるのありだ。なんだ、みんなグラサンかけてる。殴るのはなしみたいなこと書いてあったかな。よっ、よし、殴れないかどうかをちょっと試しておかないと。あれ、あ、投げても反応しなかった。パンチもできない。あれ、できる。ちゃんと読んだ方がいいかな。これのルールがよく分かんなかったぞ。チャレンジ、どの辺までやったら次が解放されるのかな。あ、なるほど、ステージに近接武器とか投げられるものが全然置いてないっていうことですね。なるほどなるほど、そういうことか。スピードランもやってみるかな。キック、だから一番最初動いてる時間だけ、だからこの辺で一発撃っておきた。あれ、撃てない。あ、撃てた。これ当てないとまずいですよね。よし、なるほど。あ、タイム切ってる、ちゃんと赤くなる画面が。目標タイム4秒で、僕のタイムは 3.98 秒ですね。そうすると画面が割れる、ちょっと怖い。動いてる時間だけ時間経過するよっ。でもこれ弾はリロードしてもらわないと困るから、多少は歩かないと。あれを一発で仕留めておきたい。で、こっち投げる、パンチパンチ、ダーン、全部ギリギリだな。3.89 秒、目標は4秒ですね。なぜ画面が割れるのかはちょっと分かんないですけど、もう一個ぐらいやっとこうかな。これまっすぐ、できるだけまっすぐよっ、よいしょ、これどうだ、ダーン、あれ、あ、 4.11、目標を超えないと。窓、ガラスが割れてくれない。ガラスっていうか画面が割れてくれない。で、リアルタイムパンパンやっていきますけど、リアルタイムの方はそのほんと動いてる時間というか、早くしないと。よっ、よっ。そこダメなんだっていうね。わ、これ焦るっていうか、ちゃんと練習しないとダメかも。ここだ、よし、考えてる暇はねえ。おお、5秒切る、ステージで 4.95 秒ですね。なるほど、こういうリアルタイムモード、自分が動いてなくてもカウントされていく、まあ、そういう感じなんでしょうね。だからこれをずっとやっていくと解放されていくってことなんでしょうね。そうか、じゃあまた全部のレベルをこうクリアしていくんだな、刀だけでとか。じゃあエンドレスモードもやっておこうかな。あれ、あれ、バグったクリックしても、あ、バグってない。エンドレスモードは自分が撃たれるまでやり続けるっていう。あれ、これでも見たことないステージだな。もうこれいきなり危ないけど、いきなり危なくない？テレビ持っていい？どうしよう、どっちからにしようかな、こっちからにしようよっ。あ、いっぱいいっぱいいる、たくさんいるんですけど、何これ。あ、しかもホットスイッチは使える、ワン、うわ、えらい、しゃがみ偉すぎよっ。ホットスイッチは使えるんだな。あ、撃たれちゃった。最初のカウント2、ひどい。
ホットスイッチも使えるとなると、あ、でもランダムだ、ちょっとだけちょっとだけランダム性がある。よっ、よいしょ、ういワン、銃どこやった、あった、ツー、スリー、あ、このエンドレスモードはちょっと楽しいかもな。よっ、フォー、ゼイ、キープカミン、やつらは来続けるぞって言ってる。よっ、ライフルゲット、後ろ、あ、当たんなかった、こいつ当たったかなと思ったんだけど、マップをちょっと把握しないとと思ったけど、全然広くないこのマップ。まだ来てる、危ね。これは適当にこの辺、あ、エンプティー、マジ、こっちだな、こっちにホットスイッチだ。で、この瓶持つ、投げておく、よっ、キャッチ、よし、いいぞ、悪くない、ホットスイッチレディって言われてるけど、出てくるとこは大体決まってるか、多分この扉のところからしか来ないですね。ノーアーモ、よっ、投げとく、よっ、刀だ、もっともっとより難しくなるぞみたいなことを書いてある。うわ、危な、やべ、マジ、よっ、ほっ、わっ、かっこいい、ちょっとかっこいいことしちゃったやべえ、めっちゃ来てるこれ、弾切れた、よっ、殴る、刀ゲット、ジャンプ、やばいやばいやばい、ホットスイッチレディーって言われてるけど、適当に何か、それもう発射するか、あー、やられたなるほど、これは結構面白いかもな、ずっとやってられるし23か、いまいちなのかな。最後にこういう風に、まあ、ムービーで見ることもできますし、まあちょっと新記録というかチャレンジしたいですよね。これランキングとかには対応してないのかな、なんかありそうなもんだけど、ホットスイッチの瞬間なんか間違えたら酔いそう、間違えたらってよくわかんないけど、あ、これ壊れてるじゃんって言って最後はショットガンに撃たれてダメでしたね。じゃあ一回終わって、エンドレスモードはいろんなステージがあるのかな？あ、ある。そうなんだ。なんかいっぱいクリアしていくと、エンドレスモードもいろんなステージで遊べるってことなのかな？止まらない。止まることはできない。立ち止まれないみたいなことを書いてある。お、パイプパンチ。スパ。スパ。肉弾戦、あれ、すんごい肉弾戦してるけど、ピストル持ってるやつがいない。パンチ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 、やば、撃たれてる音がする。そうでもない、いや、そうでもある、誰かが撃ってるどこかで、それはまずい。適当にホットスイッチ、それ取りたい。ここはジャンプ、素晴らしい、撃ってくれ、こいつを、こいつを撃ってくれ、俺はこいつを撃つ。ダメか、よっと、後ろに銃が落ちてる、やば、ジャンプパンチショットガン、うわ、ジャンプが強い、このゲームジャンプが強いんだあ、今当たらなかった、全然。もしかして当たらなかった説はある。よっ、よし、2人同時に倒したい。よっ、ライフルゲット。よっ、後ろのやつも倒すぞ。いいぞいいぞ。ここに引きこもってれば勝てるかもしれない。やつらは来ている。うわ、危ない。よいしょ、ホットスイッチレディーとは言われているけど、
ノアも、はい。よし、後ろのやつも一緒にやるぞ。うわ、当たんなかった、マジ。よショットガンはね、2回でダメになるんですよね。あれでもここマジで強ポジっぽいんだけど後ろから出てこないしな。弾はいくらでもある。よ後ろのやつが一緒に死んでくれてもいいのに。ちょっと打ち方を変えてみる。この辺から打ってみるか。よしよし、なるほど。真ん中、あれ出てきてるじゃん。強ポジとは何だったのか。よそのショットガンくれ。よでこの辺を打ってみる。よし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 、素晴らしい。後ろからも出てくるってちょっとまずいな。よちゃんと気をつけてれば大丈夫か。よあれショットガン落とさなかった、この辺で。やばミスったか。よいしょ、こんなんずっとやっちゃうけどな。よこれがかっこいい。ホットスイッチした前のやつが落とした銃を取るっていう。あっしまった、やってしまったか。34、うん、個人のベスト記録。まあ初めてやったからそうなんですけど。ふんふんふん。でちょっと戻って、である程度記録作ったら新しいステージが出てるとか。あ、そういうわけでもないのか。でもなんかいっぱいありそうですけどね。どうやったら解放されていくのかはいまいちわからないですけど、プレイしていけば解放されていきそうな感じがします。さてどうしようかな。やっていくって言っても、まあ、ステージ自体は同じですからね。どうしよう、ちょっと悩みどころです。あ、じゃあまあ一旦今回は、まあ、エンドレスモードとチャレンジモードがこんな感じですよっていう風なことを、まあ、紹介したっていうことにしておきたいと思います。ちょっとまたどうするか考えておきます。はい、ということで今回もスーパーホット動画見てくれてありがとうございます。はい、ではまた。